下の回ってる、これが回ってるのよし、ちょっと先読みになりまして、はい、おーテイトステージ、新しいこれはステージになります。なるほど、一応リーチにはなると思いますね。オーラも緑色のオーラに、お、緑ですね、ボタン押し、あ、緑、はい、青、黄色、緑、赤、今レインボー、レインボー、レインボーはもうね、はい、はい、あーすごい、お、これはもうカタパルコですね。タイトルは白なので、はい、基本バージョンですね。これが赤だったり、そうですね、途中であの白から赤に変わるパターンとかもありますんで、はい、キングもあります、ある、はい、もちろんあります、激アツです、キングは。さあ、パルコ、さあ、藤井明さんの方もそうですね、テイトステージに、これ、今これ疑似連ではないですね、ではないです、ないですね、はい、リカちゃんは残念でした。さあ、藤井明さん、おっと、ファルコが出てきました。あ、赤文字だ、赤文字です、はい、これ熱いですか。あ、今リカさんの方も今ファルコのドレカが出ましたね、ドレカセリフが。なるほど、はい、あ、今導入、藤井明さんは導入が入ってますので、はい、これは藤井という芸名というか名字が、本名が、てかいい藤井とかやらんですけど、ちょっと赤枠ですね、はい、藤井リカちゃんチャンス、左下に行きましたので、左下に行った、はい、でこれ今回想連続予告疑似連になりますね、はい、ケバチャンスです。さあ、ずれた方がいいんだよ、ゆかちゃん、これずれた方がいいんだよ、あ、ずれた、あ、どう、どう、いく、はい、勝ってください、2回目ですね、ゆかちゃん、はい、これチャンス、あ、これ来た、あ、今、ケンシロウ、あ、そうです、ケンシロウ、藤井さんは今、ケンシロウを選んだ形です、あ、これは、これは来ましたね、これ、キリン来るんじゃない、ないか、3回目ですね、ジャギの回想連続予告ですね。基本的にバトルは、ジャギのリーチに行くはずです。あ、何これ、もう疑似連4回目いきます、はい、ああ、もうこれすごいの見せてもらっちゃってるわ、これ行くんじゃないか、20年行かないと今日放送できないので、ボタン押して、でも青のままだ、青ですね、ただまあ疑似連4なので、はい、本当はレインボーとか見たかったですよね、これ落ちるでしょうね、あー、あ、そうですね、炎が出てきました、下から出てきましたよ、じゃあですね、あ、白文字から赤に変わったりする場合もある、ないか、まあ、ですね、あ、ただ導入ムービーが、あ、これない、あー、ジャギの手によって、これ押さないけど、これかわいい、もうこれだけで信頼度はだいぶ上がってますね。だいぶ上がっている。はい、白文字でもいい。今回はジャギーリーチが、はい、まあ、前作に比べるともう行くだけで基本熱くなってますんで。ということはもうこれはリカちゃん期待していいんじゃないの？どうだ、かっこいい、あ、今ショリックリランを、これは100列拳押して、あ、キリンだ、はい、キリンが来た、さあどうだ、来るでしょう、おめでとうございます、やったー、同点に追いつくかっていうのが、ここでラウンド数が決まるわけですね、はい、藤井明さんは16ラウンドだったからね、7か3であれば、7か3であれば、7か3であれば同点ですけど、このままだと5ラウンドだけですからね、あ、そうか、ボタンを押せになるか、あれ、え、
このまま、あ、連打しろ。さあ、七子さん、これ、今これ疑似連ではないですね。ではないです、ないですね、はい。リカちゃんは残念でした。さあ、藤明さん、おっと、ファルコが出てきました。あ、赤文字だ。赤文字です。はい、これ熱いですか。あ、今リカさんの方も今ファルコのドレカが出ましたね。ドレカセリフが、なるほど、はい。あ、今導入、藤明さんは導入が入ってますので、はい、これは今リカさんの方も今ファルコのドレカが出ましたね。ドレカセリフが、なるほど、はい。あ、今導入、松井明さんは導入が入ってますので、はい、これはチャンスですね。藤井明さん、チャンス来ましたか。はい、この導入ムービーが入ると熱いです。これファルコとの対決、リカちゃんは白いファルコ文字、同じとこですよ。同じとこですけども、藤井明さんの方がもう断然、そうですね、ムービーが入ってますので、はい、チャンスですね。全く同じ位置に発展しています。スライドからすると、あ、落ちた、落ちた、落ちました、落ちた。これはすごいんじゃないの。あ、キリンだ、キリンから入った。熱いじゃないですか、これ。激アツですね。これ引いたらものすごい引きの強い男になってますよ、今週は。おお、やったか、これはものすごい引きの強い男になりますよ。どうだ、引いた。すごいことが起きてしまいました。トレジャーシート以上の、やった、藤井さん来ましたよ。今週は違いますね。いやー、やっぱこれは、これはじゃあこれが5でボーンってきたら振り向き様にお願いしますよ。わかりました。さあ、はい、来るか、はい、来たー、はい、振り向いてのせーのくらー、このように連チャンしてください。おめでとうございます。いやー、さあ打っていただきたいと思います。気持ちいい力トランプでした。いやー、すごい、よかった。さあ連チャンしてください。これ7になるんじゃないですか。いや、16ラウンド決定ということで、昇格しました。昇格ですね、